リンは、量や割合を示す数値の後につける1、100を表す単位である。借款法では、分業単位として用いられる。元の用字は、おさむで、リンはその属字である。一輪は、10毛、百死、千骨にあたり、SI 窃盗時では C に相当する。リンは、メートル法でセンチを窃盗する単位の漢字の作りとなる。具体的には、以下の単位を表す。 尺管法における長さの単位。一輪は1、100寸であり、1、3、300メートルに相当する。また、クジラ弱一輪は25,66、000メートルに相当する。尺管法における質量の単位。一輪は1、100問目であり、正確に37.5ミリグラムに相当する。割合の単位。 3割2分8輪のように用いられる場合、輪は全体から見れば1、1000イコール0.001とはなるが、この場合の輪の意味としてはあくまで割の1、100である。によると、輪は何割、何分何輪何毛という時の輪は1、割の100のことで、1000すなわち0.001を表すことになるなお、分は1、10である。したがって、 9分9厘間違いないという場合は0.99間違いないということである。日本の1873年の一輪効果、一輪、同化。1円の1、1000を指す通貨単位で1000の1、10である。明治初頭に円、1000と共に日本の通貨単位として制定された。明治以降に輪単位で発行された貨幣は、 明治6年発行の一輪同化と対象5年発行の五輪制同化があり、また額面表示に直接輪という語を使ってはいないが、明治6年発行の反戦同化は五輪に相当する。戦後の昭和28年の小学通貨の整理及び支払い金の波数計算に関する法律成立により、1円未満すなわち1000、輪単位の小学通貨、 官営通報新中4分線、分級栄たからも含むはすべて通用停止となり、現金単位としては役割を終えた。現在は通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により、1円未満の金額の計算単位として定められている。ただし線、0単位の郵便切手には現在でも、法律上有効なものがある。日中戦争時代のハガキ代から、 招集令状は別名一千五輪とも呼ばれていた。輪が基準単位の一百を表す単位であり、人民元や入イワンドル、満州国円などの通貨単位で、元窓価格分輪となっており、これらの通貨で分が角の一十0因が角の一百を意味するところから比較して考えると、日本の円、窓価千輪は、 林の基準単位となるべき十線の位に単位名が付けられず、文の代わりに線という単位名が付いていると見ることができる。中国では古く、または、おさむと書いた。孫子三景では、一数イコール十分、一部イコール十、一イコール十五、一号イコール十位と、一位とイコール十骨という体系が示されている。リンは、おさむの古くから、ある略字。読みは本来、 理であり、中国では今でもエルと発音するが日本ではいつからか輪と読むようになった。孫子三景にも見えるように本来は長さの単位であるが後に他の分野にも用いられるようになったものである。日本では中世以前は文語輪の順であったが近世では現在の順序である文林家になった。中国では古来から文林家の順で一貫している。ただし、 池の字はかつては、五であった。現在では、プロ野球などにおいて、打率などの数値を小数点以下三桁以降まで、読み上げる際に多く使われている。土曜広報では、クジラ弱一分までしか定めていない。二村隆夫監修、丸全単位の辞典、p 三百七十七二千二年三月二十五日、発行、i s b n 四から6 2 1 0四九八九五 小泉けさ作つ、歴史の中の谷、千以下は、文、林、豪と重進法を取るのである。この方式もいつか、日本に入った。P259、総合科学出版、1974年11月10日、発行。ありがとうございます。